こんにちは、みなみです。はい、今回はですね、インスタグラムではもうお知らせしたんですが、みなみ家ワンちゃんをお迎えしました。なんと2匹お迎えすることになりました。というかもういますちょっとね、2匹ともちょっとわちゃわちゃしちゃうから抱っこして動画が撮れなかったんで、後で2匹移したいと思います。マルプっていう犬種で女の子です。誕生日もね、2匹ともたまたま同じ、白の子がマルちゃんで黒の子がプーちゃんです。由来とかはマルプーっていう犬種だったからマルとプーにしました。でプーちゃんが岐阜県出身で、マルちゃんが三重県出身です。私たちが行ったこともない県からやってきましたマルちゃんは結構本当に名前の通り丸っこい感じ。なんかプーちゃんはね、プードル寄りの体型というか感じで、マルちゃんは本当にマルチーズ寄りだから2匹とも違った感じでめっちゃ可愛いです。でプーちゃんね、後でお見せするのも分かると思うんですけど、ここにね白いね色がちょっとだけ入ってて、なんかネックレスみたいになってめっちゃ可愛いです。マルちゃん真っ白だね。はい、この後に2匹ともの可愛い種をね動画で流そうと思うんですけど、まだプーちゃんが今日来たばっかで一緒に遊んでる様子とかはまだ撮れないんですけど、まあ、1匹ずつの可愛い動画を見てもらいたいなと思います。動画というか写真かな。もうねカメラロールはマルちゃんとかプーちゃんばっかだよね。そう、私もまだ2匹揃ったのは今日初めてで、私もちょっとあんまり大声出せなくてちょっと緊張してますまあ慣れてないです。まあもちろんワンちゃんたちが一番慣れてないんですけど、その可愛い特集をどうぞご覧ください。はい、いかがでしたでしょうか。もう可愛いが収まってましたね。当たり前なんですが2匹とも大切に育てていきます。これからも動画に出てくると思うのでお楽しみに。
こんな赤ちゃん育てることは本当に初めてなので、何かアドバイスなどあればコメント欄で教えてください。よろしくお願いします。日中はママとネネがほぼほぼお家にいるので、2匹でお留守番ってことがほぼないので、2匹同時にお迎えすることになりましたね。ワンちゃんの方がちょっと早かったね。うん、だんだん慣れていってほしいです。最後まで見てくれてありがとうございました。それではバイバーイ。